私はイーグルランドの右しら少年 T パブロ。ある日の夜、大きな音で目を覚ますと、家の近くに隕石が落ちたと警察大出動の大騒ぎ。にもかかわらずのんきに家で寝ていたら、アホのポーキーがやってきて、隕石の近くでいなくなってしまった弟ピッキーを一緒に探してほしいと鼻水を垂らしてお願いしてきたのだ。愛犬ホットドッグを連れて弟探しに向かうも、アホーキーは敵に謝ったり死んだふりをしたり散々な結果、仕方なく天才エスパー少年である私が敵をバッサバッサと倒し、弟を無事保護することに成功。一見落着かと思いきや、突然隕石に一筋の光が入る。そこに現れたのは、10年後の未来から来たブンブーンと名乗るハエじゃなくカブトムシ。なんと私ティーパブロは世界の命運を背負った勇者であることが発覚した。ギークに立ち向かうべく冒険の旅へと出発したのだった。ちなみにハエはポーキーの母親に叩き潰されて亡くなってしまった。結構長めの遺言を残して、はい、皆さんこんばんは。月曜日の夜遊び、右しら女子のパブロ翔子です。トリマスです。画面がいついもですね。前回自分の動画を見たら、声がこもってる。そりゃそうだ。あ、そう、はい、言わなきゃいけないことがある。収録になったよ。生放送じゃないよ。イエーイ。あの前町で黒ずくめの男にやられたので、ではやっていきたいと思います。では行こう。こっちの方だったよね。いけいけ、かわいいなこの子。見た目があったら勝負だぜ。これもちょちょいのティーパブで。ほんとだ、怖っ。ちっちゃいのパブじゃん。おお。どこ？どこ？お？こっち？そそこにある。え？そそこ。あっし。あっし。いっし。あれやだ。何アジト？ここ。ゲームできんのかしら。あ、やべ。傷つけたな。申し訳ない。認める。かなりわかんないです。あ、違う。そうじゃない。この子強いね。敵だらけなのに。ビビってなる。こういうやつが一番強い。ああ、静かにしてるのが好きなんて、若者らしくね。難しいよね、難しいね。私も日本茶飲みながらおせんべい食べてるもん。こんにちは。名乗らせる暇も。あ、めっちゃいいじゃん曲。え、めっちゃ曲いいじゃんこれ。いいなぁ。あ、いた。え、やばい。どうだろう。あ、好きかもしれない。敵のフランクが負けるわけにはいかねえんだ。HP ない、 HP ない。アンバーグ、バーグ、よかった。この気力強いかな。したらもう一個食べるけど、またやった。敵を前にしてハンバーグを食べる余裕を見せるだけはさすがです。プリキュアよ。変身するから待ってて。バーガー食うから待ってて。待ってて。優しいよな、待っててくれんだもん。
隠しきれてない。あ、なるほど。市長のゲーハーが持ってる。ね、強いティーパブロ、健闘になるぜ。ありがとう。覚えてるよ的なやつになってる。なんだかんだ。ここで、ピカピカしか見えないの。どっちがゲーハーか。あ、こいつすげえ。絶対そっちじゃないよ。やったぜ。 Thank you。 イエー、行くぜ。で、これだってどこだっけ。どこさあ、うん、洞窟めっちゃ苦手。バッシ類ギシ類かシバッシ類ギシ類っていうのはね、ウイルスのあれネズミのトラップの洞あごめんね、私は君を倒す。でも私がこのまま街に行ったらさっき帰ってきたから終わりこういう人がまき散らしてるんですね。気づかなくてチュッて飲んだら唇噛まれたって言ってる人がいて、小学生くらいのちっちゃい時だったから、多分ファーストキスだよな。ファーストキスかわいそう。あなたは誰だ。
いい子マジックができないっていうのは回復できる。へえ。さっき死ぬと思って食べ物食べちゃった。これ道合ってんの？逃げるな。気がすんな。喋んだ。アリボス？アリがボス。アリがボスか。やばいやばい、バーガー食べれるかな。あ、嘘つきだダメだよ。嘘つきは泥棒の始まりだよ。俺たちなかったことにされてリアルだね。あ、宝がある。風邪薬って何？風邪を治す薬です。え、風邪を治す薬です。え、風邪になるのこの子？なりますよ、それ戦ってますからね。風邪の一つぐらいなんじゃないですか。はあ。あ、やったー。
手足。いい。何？え、何？はい。はい。行かねえよ。嘘だろ。自由禁止って書いてあったの？あ、これ？これですね。あいつ。本当に読んでなかったよ。帰る。僕帰る。会う。警察のセリフじゃねえな。ウルトラサンボマンボマーシャルアーツと対決してもらおうか。あなたその名前なの？ストロング所長。あ、強そう。いった。ブミッション。え、ちょっとやばいじゃん。超強いよ。殴りかかってきた。え、市民に怖っ。あ、HP 上がった。ありがとうございます。会ったことのない私の友達。まだないよ。はあ、私の呼びかけを感じますか？イエ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 イ。